はい、というわけでございまして、えー、今回も Yahoo! 恵袋にね寄せられたちょっと怖い、まあ、ちょっとどころじゃないんですけどで1回目やった時にちょっとこういろんな意味で怖い、えー、質問をですねさくらたまきさんをお迎えして一緒に紹介していきたいなというふうに思っております。ということで玉ちゃんです、はい、よろししくお願いします。 頭ちゃんなのね罰ゲームなんだみたいな感じでね <laughs> あの気を確かに皆さん持っていきましょう明るい時にね、はい、元気な時にこの動画を見てくださいこれねなんかね怖い俺ね結構怖いやつって結構み見て寝るんですよええー、本当にそうでだからねあのねこれあのなんていうかなこ心理学上本当らしいんですけどえ本当ですかあのねなんかね脳に 脳が例えばスストレスがない時、はい、例えば日常生活とかにさストレスを全く感じてない時って結構悪夢を見るらしいんですよ<の>怖い夢とかあそうなんですね,、うん、ねストレスを感じてないきそう,そう脳がなんか,か適度なストレスを与えないとその人間の脳ってあんまよくないらしいんですよだから、えー、その信号みたいなのがあって <laughs> でそのストレス、まあ、日常でうまくいってる時ほどちょっと怖い夢見るらしいのよ。えー、でこういう風に例えば怖い例えば動画とかさ怖い話とか、うん、俺好きなんですけど稲川淳事さんの動画とかああいうのを見て寝るとその怖いっていうので寝るじゃんあー怖かったとか。したら逆に夢が何て言うの,そのストレスを抱えて寝るから逆にいい夢見るらしいのよ。えー でも夜中通り行けなくなくっちゃいますよそれは、ねまあもちろんね <laughs> あるらしいんですけどでこれもねこれは都市伝説的なものになるんですけども <laughs>、はい、怖いものを見た後にまあ怖い動画とか怖い映画とか怖い小説とか何でもいいんですけど、うん、まあそういうのを見て寝ると結構ねエッチな夢見るらしいです。 <laughs> まあまあごり、ね、<う>使い方は皆様に思いますねそう人それぞれなで、ぜひねこれは信じるも信じな、はいもあなた次第ですということで <laughs> 内容が変わってきちゃったそれ,それでは、えー、まず最初のちょっとねこれヤフー知恵袋にちょっとね長いんですけどはい浜ちゃんにゆっくり読んでいただければと思いますこれは補足の手前までぐらいにしときますか、まあ、そうですね はい、では行きまーす。たまあ、ちゃんおかしいなって思ったことで止めてもいいよ。ああ<ー>、<laughs> わかりました。はい、<laughs> 全然大丈夫でございます。はい、読んでいきます。でも、タイトルが娘がいろんな意味で怖いといううん。タイトルですね。はい。はい。はい、娘の恐ろしい一面を見ました。夫、中学生の娘、シュータメとの4人暮らしです。うん、シューメは 息子と孫娘を溺愛しておりますが、私に対しては非常に冷たいです。娘は誰に対しても優しくしゅうとめには自慢の孫娘。うん、娘は祖母に対してもいつも笑顔で接していました。しゅうとめは気難しいので、私も夫もまるまるちゃんが子娘は我が家の潤滑剤潤滑剤だよと言って育ててきました。 そんなある日入浴していた姑があまりに長時間出てこないので様子を見に行くと浴室で倒れていました慌てて救急車を呼びこの時は事なきを得たのですが私が気づく少し前に娘も浴室の方に行っていたはずなのです後でまるちゃんは気づかなかったのと聞いてみるとなんと気づいてたと何で知らせなかったのと問い詰めたのですが 死んで欲しかったからといつも通りの笑顔で答えられました。うん、娘にどう接してよいか分かりません。夫にも言うべきかそれも分かりません。そもそも娘は祖母に溺愛されていたので嫌っているとさえ思ったことはありませんでした。今後どうするべきでしょうかこの質問なんですが。はい。ここれはちょっとこの こ,ここまでの文章だとはい結構なんか複雑よねそうですねその笑顔笑顔から出てくるセリフではないというかうなかなかしかもそれを笑顔で言ってしまうっていうのがちょっと心配このおばあちゃんはそのまあいえば孫娘よねこの質問者さんの娘さん、うん を出来合いしてたわけですよねははい、はい、なんかこう意地悪してたとかさなんかそういう,こう関係性が悪いっていうことは書かれてないわけですよね。ううん、うんでその浴室でおばあちゃんがその倒れててっていうのは「気づいてたの?」って言ったら「気づいてた」と「うん、何で知らせなかった?」って言ったら「死んでほしかったから」って笑顔で。 うん、今後どうするべきでしょうかこの時点でたまちゃんだったらどう答えますえー、どうするべき,るべきこれあ。でもまあそのちょっと娘さんとちょっと詳しくもしかしたら何かしら何かしらの何かあの。 心の闇があるかもしれないのでそうなんですよねちょっとゆっくりお話を聞いてあげたいなとは思いますけどね思いますね一応ね補足がついておりますね、はい、まぁね、前回のあれと一緒で補足がついておりますね補足もちょっと長いんですけどもたまちゃんにゆっくり読んでいただければとうん、うん、はーいたくさんのご回答ありがとうございますシート目は夫を溺愛してはいますが 夫は実の母親を毛嫌いしておりますそれでも長男だからという理由で姉と妹に母親との同居を強要されましたシューメは非常に自己中心的な人物です平均寿命まであと、ま、なる丸年あと丸年我慢すれば死んでくれるというのが私たち夫婦の合言葉でした それでも娘に祖母の悪口を言うのだけはやめようと誓い合い私もおそらくは夫もそのようなことを娘に言ったことはないはずです、うん、ただ何年か前娘が小学校高学年だった頃なんでお母さんは専業主婦じゃないのと聞かれたことがあります私が昼間おばあちゃんと二人きりだと息が詰まっちゃうしとつい本音を漏らしてしまいました すると、自分が一緒にいたくない人に子供預けて働いてるんだ、と言われた記憶があります。この時はまさか娘が祖母を嫌っているとは思わなかったので、おばあちゃん子が何言ってんの程度の返答をしました。ただ、娘らしくない物言いだったので記憶には残りました。今思えばすでに SOS を出していたのでしょう。夫には話そうと思います。 むしろ夫の方が娘に近い気持ちかもしれませんはいこういう補足があるんですよね、まあ、この話だけ聞くと、うん、やっぱちょっとあんまりいい思い出が娘ちゃんになかった闇があるのかなってちょっと、まあ、おばあちゃんの方からはやっぱりその孫娘なんで可愛いっていうのが。 あったと思うんですよねうん、うん、でもこの流れだとこの補足文を見るとこのご夫婦ですよね。はい、その、うん、言うとそのまあ言えばまあ、旦那さんはまあ、実の息子さんじゃないですか。はい、でお嫁さん。だからまあよくありますよね嫁と姑の関係みたいなのうん、うん、よく言われますけどそこ があんま良くなかったそしてそのもちろんその旦那さんも、まあ、そっち寄りの、うん、に考えがっていう。うん、あんまりちょっと、ねまあ、自己中心的とかっていうふうに書かれているのはこれはこの方のこう主観であって、うんうん、まああんまりさこういうことを書くっていうことは。 あんまい,い印象持ってないよ、ね、もう,、ねもううん、なのでこの時点でちょっとなんか風向きがおかしくなってきた感じはしますよね。で、えー、このね先ほどの、えー、補足とかにも対してなんですけどもここね男性の方なのかな、うんえー、釣りではなく本当なんでしょうかと。 本当であれば大変なことです。うん、夫に言うべきです。命の尊厳と大切さを一から教えるべきです。うんうん、これはもう全く。ね、まあそうですね。ちょっと心配なので。これすごいですよね。もうこの時間見てください。その補足が書かれたのが1時27分なんですよ。<laughs> その3月29日の。早いですね。でこの返答した人は 3月29日の13時32分なんで、はい、5分後にはもうこの返信をしてるわけですよ。でもこの方が言ってるのはおかしくないですよね。そうですね話を聞く限りでは、まあ、やっぱりちょっとこのところを注目して、ね、フォローしてあげた方がいいんだろうなという感じはします。それではねこの ことに対して、2日後かな2日後、まあ、深,夜深夜1時かなに、うん、この質問者が返信しているわけですけどもそれをね、ああたまちゃんにちょっと読んでもらいましょうかはい、はいえっと、釣りだと疑う人が何人かいらっしゃるようですが、真実です、命の尊厳と大切さ、そのきれい事が娘に伝わるか不安です。 姑が退院したらまた笑顔で接してくれるような気がします。そのことがすでに恐ろしいです。はい。この綺麗い事っていうところが。もう完全に本人がその命の尊厳と大切さがあんまりこの、そんな無理じゃん。ね、<laughs> そうですよね、本人が多分分かって、一から教えてもらった方がいいかもしれないというぐらい。 うーんでまあお,おばあちゃんが退院したらその孫娘っていうか自分の娘さんがねまた笑顔でいつも通り接してくれてたと思ったら怖いっていう感じまあここは分からなくはないんですけども、はい、これで次がねまあオチなわけですけど、はい、最終的な、えー、最,最後の一番最後のですね 返信があるんですけどはいこれでね全てがわかるわけなんですが最後の読んでもらいましょうかはい質問者からのお礼コメントはいこの質問は釣りではありません怒ったことは事実ですですが一つだけ嘘があります嘘をついたことお詫び申し上げます私は実は母親の立場ではなく娘の立場なのです 起こったことも現在進行形ではなく、月日は流れ、私は政治にしています。その後、我が家がどうなったのかは次の質問をしたいと思います。はい、はい、これが結局真実。結局そのおばあちゃんをうん。結局その倒れてたとかっていうのをう笑顔で死んで欲しかったとか。はい っっって言たたたのはお母さんが質問したようなな流れだったじゃないですかはいでもこれは実はその娘さんがやってたっていう<ー>母親ではなくその当人だったっていうことなんですよね。はあ、でこれがね多分こうハテナマークが出ると思うんですけどなんでお母さんのふりをしてこういう質問をしたのか。 はいっていうことなんですけど、ここでね、多分ねチンプンカンプになってくると思うんですよ。<laughs> はい。これはたまちゃん的にはなんでこの人はその、はい、母親のふりをしてこういう質問をしたんだと思いますか？えー、あでもうん。 わからないですけど、うん、その娘、自分が結局娘の立場だったということは、うん、え自分のことも恐ろしいと思ってる<う>といことですよね多分そうなんですよ。うん、この娘の恐ろしい一面を見ましたっていうところから入ってるわけでしょ最初、はい、最一番最初の文章が。うん、ということはこれ 娘が結局自分っていうことなわけですよね、うん、だから自分の恐ろしい一面を見ましたっていうことは自分の中で後悔っていうのは少しあるのかなっていう後悔というかなんか懺悔というかわかんないけどこんなことを言ってしまった恐ろしい自分っていうのがあったんだろうって思うんですよそしてはい、はい、この内容があまりにもこうお母さんの立場ってもちろん俺ら読んでたからたまちゃんもね、はい うん、だから頭の中に入るのってまあもちろんお母さんの立場でっていうのでまあそこはすんなり入ってたわけですけどこれが娘っていうことに置き換えられてしまうと、うん、結局全部包抜けだったっていうことでしょ、うん、ああ確かにそうですね結局娘にはそういうところは見せないようにしてたとかあーはいはいはいいうふうには書いてたけどうそう全部 細かいこと言うとう全部伝わってるっててるですよねで娘が「もしかしたらこの娘の恐ろしい一面を見ました」じゃなくてもしかしたらこれお母さんの恐ろしい一面を見ました」っていうことで本当は質問したかったのかなっていう<ー>もしかしたらねだから自分はこういうふうにしたんですよっていうそのおばあちゃんが倒れたところを。 まあ、死んでほしかったとか過去の話をしてるじゃないですか多分これ子どもの頃の話だと思うんですよこの死んでほしかったからみたいなね,ねはいだから今は成人しておりっていうことなんでかなり時間が経ってる、うん、おばあちゃんが今そのご存命なのかどうなのかわからないですけどそうですねどうなっちゃったんでしょうかこれはねだからその 娘さんはおばあちゃんに溺愛されてたっていうことを書かれてるっていうことおばあちゃんからの愛情っていうのは感じてたわけですよね。そうで,すねでもその自分のご両親お父さんお母さんから見たおばあちゃんとっていうのがこれねいろんな角度でね考察っていうかね考えることできるんですけど。 いやでも私ちょっと気になるところがあって、はいはい、あのー、最後のお礼コメントが4月1日に書かれてるんですよ、はい、そうですねこれってなんか怖くないですかそうなんですよ。<laughs> これが嘘なのかえ何が嘘なのかそれとも本当に本当なのか。うん まあこの4月1日っていうのはエイプリルフールっていうのがあるじゃないですか。そう。まあ時間的にはねよくなんか最近こまごまとねなんかエイプリルフールはなんか午前中しかダメとかさ <laughs> なんかいろいろあるけど,あま,けどまあでもねまあ4月1日にこの結局ばらしたっていうのが嘘がありますって書いてるじゃないですか。そう。これがね 逆ななんじゃいいいかとかとろろ考えられるよね本当はお母さんなんじゃないかとかこれが嘘なんじゃないかとかそう質問全体が嘘なんじゃないかとか <laughs> そうもうなんか分からなくなってきてしまう考えてしまうとでもこれが本当だったとしてこの4月1日は偶然だったとして、うん、俺らの深読みがね外れてたとして起こったことも現在進行形ではなく月日,月日は流れ今は成人していますと。 その後「はい、我が家がどうなったのかは次の質問したいと思います」って書かれてるんですけどその次の質問ってないんですよね。ないですね。怖いです。なのでこれがこのおばあちゃんは一体どうなったのかとかこのご両親との関係がどうなったのかとかそのこのまあご本人だとまあ今のところはしときましょうこの娘さんはどういうお気持ちで。<laughs> 成人されてもしかしたらこう恋愛されてご結婚して、まあ、こまた今度は自分がこう持つ親になってとかっていうふうに考えるとちょっとこう怖いですよねここもとしま,すまあ今回はねちょっと長かったんでまずこれだけにしとこうかなって思うんですが <laughs> だからねこういうねいなんかねその文章だけ<ぁ>文字を読んでるだけなんだけど。 うん、なんかその文なんていうかな文才というかなんていうの文章力語彙力とか、まあ、いろいろあるじゃないですか文章力とか。うん、っていうので句読点のつけ方だったり開業の仕方だったりとか、はい、そういうもので結構癖って出るじゃないですか、うん、人のはい、はい、俺もそうだし玉ちゃんもそうだし、まあ、俺らってラジオも一緒にやってたでしょ、うん、ああいうのでいっぱいコメントを読むじゃないですか。はいはい、だから 全員コメントの名前を隠してたとしてもなんかその人の色ってどっかしらで癖が出るじゃないですかああです、ね、はいはいだからこの言い回しっていうのがもしかしたらどっかになんか真実っていうのがあるのかそれとも全てが嘘だったのか、うん、でも嘘だとしてもこんだけの文章を、まあ、なかなか捏造できるようなそのこ,この設定ではないですよねある程度やっぱり 家族関係とかこういうことがあってっていうことじゃないとあの気嫌いしてたとか姉と妹に強要されてとかをあの付け加えるのはなかなか難しいかなとは思いますうんですよねなのでこれはね一体どうなったのかっていうのが最大の謎なんですけども <laughs> まあ何事もなくね幸せであってほしいなというふうには思います。<laughs> 確かに あ、でも子供の時にこんな感じになってちょっと怖いねそうですね。それではまた次回お会いしましょう。<laughs> ありがとうございました。